はい、フェザリー K です。本日もドット勇者をやっていきたいと思います。本日のお品書きなんですけども、今巷をこう騒がしているアイサの優先度についてっていうところと、まあそこに絡めてですね、海外等の情報を見ながら目指したい編成例であったりとか、この実際のアイサの使用感っていうのをお話をさせていただきたいと思います。あとはですね、まあいつも通り本日のセーラン、こちらの3本でお話をさせていただきたいと思います。先にお詫びをちょっと1点だけさせていただきたいです。本日4月12日なんですけども、このメンテナンス明け、まあメンテナンスっていうのはこの18時半までといったところで、それ以降だとこのアイサのこうね、日本語版のこのまあ情報っていうのが見れるので、そちらをこう一緒に合わせてちょっとご紹介させていただきたかったんですけども、ちょっと私の方の仕事のスケジュール上、ちょっとそこをやってしまうと動画アップするのがこうものすごく遅くなってしまうっていうところもあってですね、まあ本当は先に金比例の方をちょっと先に特集すればよかったのかなというふうに思っているんですけども、ちょっとその点というのがまあないですよっていったところをご了承していただければと思います。まあただね、どっちみち私が結構このキャラのね、そういうご紹介っていうのがかなり苦手なので、あんまりこう過去の動画見ていただいても、まあそこら辺あんまり触れていないっていうところもあるので、多分ね、別の配信者の方っていうのはそこ詳しくこういろいろとこう解説してくださっていると思いますので、まああくまで私のこの動画っていうのは、まあ使用感であったりとか、この海外編成と絡めたところっていうところをこう中心に、まあアイサってどうなんだっけっていうのを今回お話をさせていただきたいと思います。ではまず最初に、このアイサがおすすめな方とはっていたところを触れさせていただきたいんですけども、やはり闇属性パーティーを目指したい方、そしてですね、このアイサがね、まあ結構可愛いんですけども、この自分の推しキャラにしたいよっていう方はものすごくおすすめかと思います。とは言っても、ちょっとまあ分かる範囲で、まあ簡単なこの性能のご説明っていうのをさせていただきたいと思います。こちらレイジスキルについてなんですけども、まず後列に対して攻撃力分の213のこのダメージを与える、まあレイジスキルを持っていまして、その中で 70% の確率で、まあ、敵一体に対して本にして、まあ封じ込めて行動不能に、1ターン行動不能にするという能力を持っています。でこれがまあレベル2になると、疾病という能力もつきまして、まずダメージが256に増加して、さらに 70% の確率で疾病、まあ、この疾病っていうのはですね、この執行者のレベル3、困窮区の 30% のまあダメージを与えるでいいのかなという形で、今度どんどんとこう上がることによって、最大で 100% の確率で疾病で、さらにこれもう 100% の確率で敵一体をまあ確実にこう封じ込める、まあデバフをかけられますよというまあ能力を持っているかと思います。次になんですけども、こちらまあアイサの特徴の一つと言ってもいいと思うんですけども、毎ターン攻撃後、全体、この味方全体を回復してくれます。で、レベル1の場合っていうのは回復量が攻撃力の 45% で、レベル2になると攻撃力分のこの 60%、 レベル3、まあ最大値では攻撃力分の 75% をこう全体回復してくれるといったところで、ちょっと回復量っていうのは、まあシンシアであったりとか、リラ&サリアよりはこう劣るという部分はあるんですけども、まあこういう全体回復を持っているというのが一つの特徴かなと思います。まあその他にですね、ダメージ軽減能力を持っていたりとかっていうのもあるので、まあそういった点では結構まあ万能キャラよりのキャラなのかなっていうこう見方ができるかと思います。それでは実際にこのアイサの使用感っていうのを少し見ていきましょう。ここのところにバールも入っているので、まあちょっとそこら辺のこう情報っていうのもこう見ていただけたらなと思うんですけども、あとユリですとかもいるので、ちょっとねちっちゃい画面ではあると思うんですけども、
応ですね、このアイサの特徴としては、まあ、攻撃、毎ターン攻撃した後に全体回復をすることができるというのと、レイジスキルを使った際に、その中の1体、対象の1体に対して、その相手を本にして、まあ、行動不能、1ターンの間かな、行動不能にすることが可能という強みを持っています。で、今見ていただいた通り、この今、アイサがこう全体回復させたと思うんですけども、ちょっとですね、後で、今ちょうどこの、まあ、全体回復、まあ、ちょっとレベルもね、星レベルも違うので、あれなんですけど、まあ、今、ユリの回復ですとか、まあ、なんていうんですかね、まあ、そういったところっていうのを見比べていけばいいのかなっていうふうに思ってはいますが、なんか、使用感としてはね、アイサがもうちょっとなんだろうな、一応、この相手を本にするっていうのが 70%、星1とかレベル1とかでも、70% で、最大確か 80% とかだったかな。なので、これが、アイサがね、この相手を本にしてしまうよっていう能力が、まあ、複数体、まあ2体とか、まあ3体ぐらいまでいけたら多分、ものすごい、爆発的な人気キャラになったのかなと。今、ほら、ここ、本にしましたよね。で、こういう風になってしまうと、1ターン行動できなくなるっていう強みを持っています。ただ、まあ、一応こちらの方っていうのはデバフとなるので、まあ、妨害耐性とか、その、まあ、デバフ解除の、例えば、なんだろうな、魔導器だったりとか、そういったものがあれば、まあ、うまくいくとね、こちらっていうのは、すぐに解除することも可能とはなってしまってはいるんですけども、まあ、やっぱり強みですよね。攻撃もできる、回復もできる。で、まあ、レイジスキルっていうのが、なんですかね、まあ、列攻撃になるので、まあ、そういった点でもかなりの強みっていうのはあるのかなっていうふうに感じました。では、勝手ながらではあるんですけども、このアイサの総評っていうのをさせていただきたいと思います。正直な感想としては、とっても惜しいキャラだよなーって思っています。で、例えば、その毎ターン全体回復量っていうのが最大、まあ、自身の攻撃分の 75% であったりとか、一番の売りとも言っていいであろう、相手の行動不動バフっていうのが1名のみといったところで、例えばここの回復量がもっとこう 100% 超えだったりとか、まあ、行動デバフっていうのが、この1体だけではなくて、例えばまあ、3体だったりとか、もっとこう複数の敵に対して、行動不能バフデバフっていうのをこう使えたらもっと高評価が高くていいのかなって正直思っています。なのでちょっとこう、やっぱり今このアイサを引くべきかどうかっていう風に悩まれている方も多くいらっしゃると思うんですけども、今回この私の感想としては、あくまでもこれは私個人の感想なんですけども、やっぱりこの推しキャラにしたいっていう方であったりとか、この闇属性のパーティーをこうやっぱり進めていきたいよっていう方であったりとか、まあ、あとは最初にもちょっとね、お話をさせていただいたと思うんですけども、まあ、今後シンシアであったりとかテミスっていうキャラとこう、まあ、なんていうんですかね。合わせて回復キャラとして、まあ、回復攻撃両方できるよっていうキャラとして、まあ、そのタンクを入れないっていう方向性で考えている方っていうのは、こちら、まあ、アイサおすすめなのかなと思うんですけども、まあ、基本的には、今回、こう、無理して追う必要は、ないのかなっていうのが、まあ、すごくね、残念なところです。もちろん、これあくまで今回金比例と一緒にこう来てしまったっ
ていうところもあるので、これが個別で来てたら全然もう愛さんね、こうかけていいと思うんですけども、あくまで今回新要素として金比例も来るっていうところ、こうダブルで来てしまったっていうところがあるので、まあそれだったら今回は闇属性とかそういう推しにしたいよっていう方以外は、まあこのアイサを狙うよりも金比例を狙ってった方が、一旦いいのかなっていうふうに考えています。まあどっちみちこのアイサもちょっとね、遅いかもしれないんですけども、リラ&サリアのように例えば種族商店の方にラインナップされたりですとか、一応まあ低確率ではあるんですけども、種族召喚であったりとか、まあ通常のこのね、召喚でも一応出るキャラになると思いますので、一旦ここはまあ無理しなくてもいいのかなっていうのが、まあ正直な意見です。今後のこの、まあ、編成令っていうんですか、今既存で、まあ、最強編成っていうのはこんな感じなのかなっていうのをちょっといくつかご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、まあ、やはりいろいろなところを見ていまして、こちらまあバール、シンシア、クイナ、セイラン、あとはテミス、マジンジンで、あとはまあ援軍にリラ&サリアであったりとかでね、これ面白いことがあって、結構ですね、このトレーサーを入れられている方っていうのもちらほらいらっしゃるんですよね。なのでまあそこのところっていうのは多分まあなんていうんですかね、このまあトレイサーが好きだっていうそのキャラ愛であったりとかはすると思うんですけども、あとその他にこう今見ているとですね、ちょっとこうここまで今こう中国版の方なんですけども、まあ魔人ジンが出てきた頃からしてみると、ちょっとアイサっていうのは力不足、まあこの今後のね、パーティーとかって、まあこの方っていうのはあれですね、全然このアイサっていうのは入れてる方もいらっしゃるので、別にアイサが弱いっていうわけではないんですけども、まあやはりこういう最終的にはこういうパーティーになってくるのかなというところです。でカリストっていうのが一応ですね、この私もこう入ようやく入手ができたんですけども、まだですね立ち位置が結構難しいみたいです。なので上位の方とかでももうすでにこのなんていうんですかね、カリストをもうレベルマックスまでさせてる方っていうのもちらほらいらっしゃるんですけども、まだ編成の中にこうしっかり入れられて使っている、運用しているっていう方は若干やっぱり少ないのかなといった印象で、まあ自分でもちょっとこう触れてみた印象、本当にパッとなんですけども、なんか魔人ジンの方がなんか使い方としては良さそうだなという感じがしていて、どちらかといったらカリストをこう入れたいっていうのは、この心霊属性をこう中心としたその自分のね推しキャラっていうのをこう進めていきたいよっていう方向けのキャラなのかなっていうような印象っていうのは若干受けています。理想の闇パーティーっていうのは、まあバール、クイナ、トレイサー、アイサ、まあ、カローンで、あとはまあアデルとかタナトスで、まあテミスが欲しいよねっていうような感じではあるんですけども、結構こういう感じが多いと思うんですけども、結構ですねこのアイサを入れている方っていうのは、まあもちろんそのタンクであるバールを入れていないっていう傾向が強くて、例えばこの方だったら、まあこのやっぱ回復に結構振って攻撃と回復っていうのをこう同時にできるような編成っていうのが多いのかなと思いまして、まあやっぱりねこのテミスであったりとか、このシンシアっていうのは、まあ今のところ現状やっぱりね、かなり強いキャラとして、まあ必須級のキャラとしての扱いなのかなっていう感じはするんですけども、そこのところにまあバールの代わりにこちら、まあ多分ねアイサが好きだからっていうのもあるのかもしれないんですけども、結構これを見ると回復、まあ根気しながら回復っていうようなパーティーになっているので、結構固めのやっぱり印象っていうのはあるのかなと思います。
一時期ね、この闇属性パーティーっていうのがすごく流行った時期っていうのが、こう海外とかでもあったんですけども、ちょっとまたですね、やっぱり光属性っていうのがこう中心とした、まあパーティー編成っていうのがやっぱり人気高くなってきてるのかなというような印象で、まあ考えられるその現状闇属性パーティーが辛い部分っていうのは、やはりね、なんだろう、なんやかんや言ってこのテミスみたいなキャラがちょっといないよねっていうところと、まあ回復キャラとしてまあカロンっていうのがすごく優秀だと思いますし、まあアイサーはまあ先ほどにもお話をした通り、ちょっとリランドサリアであったりとかシンシアに比べると回復量っていうのはまあ劣ってしまうっていう面はあるんですけども、一応まあ攻撃と回復両方できるまあキャラっていうので、一応まあ万能キャラとしてのまあ扱いの方が多分正しいのかなと思うんですけども、ちょっとやはりシンシアであったりとかこのリランドサリアっていった部分とこう比べてしまうと、どうしてもちょっとこう回復面であったりとか攻撃面っていうのでも、ちょっと見劣りしてしまうのかなといったところで、ちょっとこれ今現状厳しいのかなと。まあスター選手って言ったら今このバールとクイナで、あとは結構ですね、このトレイサーもなんやかんや言って結構人気が高いキャラで、まあ次にこちらのアイサーっていうような人気になっているので、決して現状悪くはないんですけども、ちょっとこうまあ次のところでお話をさせていただきたいんですけども、ちょっと安定感に欠けるというのも、ちょっと残念なところなのかなというような印象はあります。ただですね、この私も実はですね、この闇属性っていうのはすごく魅力的だなっていうふうに考えている一面が実はあるんですよね。この闇属性キャラってすごく癖が強いキャラが多いなっていう印象なんですよね。まあデバフを多用するキャラが多いという印象で、例えばまあ代表的なのがトレイサーであったりとか、まあアデルであったりとか、まああとはこちらのまあ弱いと言われていますけども、トレアドルがいたりとかするんですけども、やっぱりこのみんななんかデバフ効果をこううまく活用してこうダメージ増に増していく、で相手を倒していくっていうような印象なんですよね。逆にこの光属性っていうのはもう妥当というんですか、もう本当に教科書通りの強さっていうような感じで、まあ、そういった点を考えるとこの闇属性パーティーってまあロマンなのかなと思っていて、本当にこの癖が強い、まあデバフが多いキャラっていうのがこう多いので、こう本当にまあデバフだったりとかっていうのがハマると本当にもう爆発的な強さを見せるっていうところがあって、まあ、特にやっぱりこのね反対属性というので、まあ起点となるキャラって今セーラン、テミス、バルキリーとか、まああとコラボキャラとかで言うとアドルだったりとかするんですけども、ここら辺に対してやっぱり効果力のまあお互いにまあ弱点属性同士なので、お互い効果力ではあるんですけども、まあクイナーがいたりとかっていうところもあるので、結構こうまあ特にやっぱりね、今のこの現状って結構テミス落とされるってやっぱり痛い部分っていうのが多いのかなと思うので、まあ、そういったところに対して、まあ、あの後列、例えばまあアイサって多分ね、まあ対テミスとかセーランっていうようなキャラ位置なのかなっていうふうに個人的には考えていて、まあそこら辺をうまくこう封じてしまえばおせおせでやれるよねっていう感じなのかなっていうふうに考えています。なのでやっぱりこの闇属性パーティーってどうしてもちょっとこう不安定要素っていうのは多くあるんですけども、ちょっと自分もね、一回やってみたい、この編成ではあるかなっていうふうに正直考えています。
まあ、私が考えるところのこの光属性パーティーっていうのは、まあ、先ほども言った通り安定した効果力、そしてまあ万能編成かと思います。そして今度打って変わってこの闇属性パーティーっていうのはやっぱりまあデバフとかっていうのもあるので、まあハマると本当に爆発的な、もう手に負えないぐらい強くなる、まあ爆発的戦力。そしてですね、やっぱりちょっとこうクロート向けの編成なのかなという感じでまとめさせていただきました。ただですね、やっぱりこの闇属性パーティーっていうのはもう現状闇だけにダークホースっていう風に私は思っていて、まあ前回のね、あの某盾の勇者コラボの時にこの主人公がね、こう闇属性としてこう追加されなかったっていうのが痛いんですけども、まあちょっと今後のね、次のコラボイベントっていうのは来てみないとどういう風になるかわからないんですけども、この日本の場合っていうのは海外と違ってコラボキャラっていうのがいるので、多分ねまたこの出してくるような気はしてるんですよね。その闇属性のキャラであったりとか光属性のキャラっていうのはやっぱり実装されてくると思うので、まあ、そうなってきた時にこの闇属性のコラボキャラっていうのが実装されたら、一気にこうね、闇属性パーティーっていうのも安定性も増して、まさかねえこっちの方が強くなるっていう未来も全然予想として、まあ予想は立てられるのかなと思っています。うん、やっぱりみんなね、ここの、光属性と闇属性の本当に大きな違いっていうのが、まああれですよね、シンシアとやっぱりテミスの存在なのかなというので、まあそこら辺あたりのこう似たようなキャラっていうのが闇属性にもこう追加されたら、やっぱり安定して強いいいパーティーになると思うので、この闇属性パーティーをやっぱり推したいっていう方も多くいらっしゃると思うんですよね。なのでそこの方っていうのは、あの諦めずにこうやっぱり最終的に勝つものっていうのはこのキャラ愛だと思ってるんですよね。もう好きなキャラをこう貫き通すっていうのがもう本当にやっぱり強いことだと思っているので、モチベーションにもつながると思いますしね。なので、あの諦めずにこの闇属性パーティーを極めたいっていう方、あのぜひ応援させていただきたいと思います。やっぱりこうやってみると、正直こう光属性っていうのがすごくこう優遇されすぎてるのかなって正直思っています。なのでやっぱり私としてはこの闇属性パーティーを推し進めたいっていう人は、ぜひあの本当に頑張ってほしいなって心からあの応援をしているんですけども、やっぱりちょっとね、このゲーム自体っていうのがいろいろな方と今お話をしているんですけども、この3属性であったりとか、このや、ね、光闇属性のキャラっていうのがたくさんいいキャラがいるのに、この結局編成っていうのがこう一つに固まってしまうっていうのがものすごく残念だなっていうふうに考えていますね。で、まあちょっとね、余談なんですけども、このキャラ一人一人のこのストーリーっていうのも、この背景だったりとかっていうのもね、しっかりこう作られている部分もあるので、こういったところを生かして、例えばまあね、このなんだろう、編成にこのパーティー、この人とこの人がいたらバフだったりとか、敵にこいつがいたらデバフを食らってしまうとか、能力下がってしまうとか、もっとその人間関係を取り入れた、なんていうんですかね、まあその属性効果アップじゃないですけど、関係性アップダウンだったりとか、もうちょっとこの編成ね、たくさんいいキャラがいるっていう素材はもうね、このものすごくいいものを持ってると思うんですよ、ドット勇者って。なのでそれをもっとこう生かして、あのなんだろうな、戦略的に編成を光属性だけではなくて、いろいろなこうパーティーっていうのを組めるような、そのね、戦略的面っていうのをもっとこう推し進めてくれると、このドット勇者の人気っていうのはもっと高くなるんじゃないかなって正直思っています。それでは本日4月12日のセーラーを回していきたいと思います。まずは無料召喚文1回から、
あともう2日なんでね、これどうなんだろうっていう感じなんですけども、一応まあ今日でこれ天井は行くかと思いますが、その時に天井とその次のあれっていうので、こう2体ポポポンと次5個目に多分出てくると思うんですよ。はい、入ってましたね。なのでこれも完全なる天井となります。次どうしよう。とりあえずアイテム4回分だけこれ回してみましょうか。うん、次当たったらもうさすがにちょっと撤退はしたいなぁとは思うんですけども。あと2回。だから42連分引けるのかな。本当はね、金色比例とかも来るので、こちらダイヤ残しておきたいんですけども、まあ、最終日までしっかり回していきたいと思います。皆様のところにはこのセーランがたくさん当たっていますように。はい、だいぶ脱線したんですけども、本日は以上とさせていただきたいと思います。こういった情報というのが微力ながら皆様のお力になって、さらにその皆様のお力というのがドット勇者全体の活力につながりますと幸いです。それではフェザリー経営がお送りいたしました。最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。